聞いていただきます。アークやっていきたいと思います。今日はですね、アークが控えている超大型アップデートが実はですね1個残ってまして、それがですねどんな感じになるのかっていうのをチラ見せしてくれている人がいるんですが、まあ時々俺もリツイートしているんですが、その画像とかはね、今回はアンリアルエンジン5に超大型アップデートが起きた後、アーク1のグラフィックとかアークの雰囲気ってどうなるんですかっていうところをですねみんなと一緒に見ていきたいと思います。これはねめちゃくちゃ実は俺楽しみにしてるやつなので、まあ、ぜひねみんなもねちょっと知ってほしいなと思ってですね、今日はですねこれを取り上げてみたいと思っております。ということで本日の目次はこちら。1つ目、アーク1の大型アップデートについて、2つ目、アンリアルエンジン5の凄さで、最後にですね今後のアーク1アンリアルエンジン5どうなるっていうところをやっていきたいと思います。でまず1つ目に、アーク1の大型アップデートという形なんだけど、まあ、今回ですねあのアークのアップデート何月何日にこれがあるっていう話ではなくて、でまあ、アークがあの今後これやるよっていう話をしているんですけども、で実際にアークの偉い人がやることをねあの認めているんだよね。確かツイッターだっけな、どっかのインタビューだっけなっていう感じで、今回アンリアルエンジン5というですねゲームエンジンっていうのがあるんだけど、ゲームを作るためのなんか土台みたいなやつ、それが新しくなるっていう感じ、土台が新しくなって、まあ、要するにプレイステーション4からプレイステーション5になるとグラフィックも処理能力もすごく良くなっていい感じになるじゃんっていうのがあるじゃん。あれがあのソフトバージョンで行われるっていうのがあるんですよ。で今遊んでるのはフィヨルドなんだけど、このアーク1ね、これはまあアンリアルエンジン4っていうですねちょっと旧世代のゲームエンジンで作られているので、最新のゲームエンジンアンリアルエンジン5に乗せ替えたリメイクとして大型アップデートしようよっていうのがですね今走っているアーク1の中の1個のですねまあなんかプロダクトみたいな感じになってるんですよ。でまあここに関してはですね、まあアーク2が出ないから、まああのとりあえずアーク1をどうにかしてあのみんなユーザーを引き止めるんだっていうのなんだと思うんですけど、まあそれはそれいいんですが、まあ、結構ねアンリアルエンジン5になったらめちゃくちゃ面白そうなんですよ。で利点としてはね、俺らに対してのメリットこれ何があるかっていうと2つあって、処理能力の向上で単純に今アークめっちゃ重いじゃん、これが軽くなる可能性があるという形、アーク1がちゃんとリメイクできたら、はい、そのゲームエンジンのアンリアルエンジン5自体はそういった能力があるんですけど、まあそのアーク運営がそれができるとは言っていないんで、まあ一応ねはい、あれなんですけど、はい、ただメリットとしては確実にアンリアルエンジン5は処理能力が上がっているらしくて、アンリアルエンジン4よりか同じように作ったとしても軽くなるっていうような形になるらしいです。で次なんだけど、やっぱりねこれが一番なんだけど、グラフィックが爆裂に向上してるんだよね。なので非常に没入感がなんていうかな、上がるというか、めちゃくちゃ楽しそう、ざっくりと、はいっていうところなので、今日はですねこのアンリアルエンジン5になった時にどうなるんかいっていうアーク1っていうところを見ていきたいと思います。でこのアンリアルエンジン5の画像とかが実はあるんですけども、これなんと今フィヨルドにいるこのフィヨルドの制作者さんがいるんですが、僕がよくねなんていうんですかね、取り上げてまあいろいろねモッドマップとかやってる方なんですけど、この人がなんかツイートでいろいろアンリアルエンジン5で画像をちょっと作ってみたよみたいな感じで、この人マップとか作れたりエンジニア職だったりするので、結構ね多分アンリアルエンジンを使っていろいろ画像を作ったりとかっていうのがまあできるタイプのエンジニアの方なのかな、多分ね。なので定期的にねこういった形でいろいろ画像をツイートしている感じではあるんですねっていうところなので、今回はこのフィヨルドの制作者さんがいろいろねアークコミュニティのためにハッシュタグをつけたり、なんかわざわざもうなんかあれですよ、コンプレックスマインドっていうのはセドリックのツイッターのアカウント名です。なのでもうこの人本当運営なんじゃないかっていうぐらいね、本当にコミュニティに貢献してくれているこの制作者さんのいろいろね出してくれている画像を今日はみんなと一緒に見ていけたらと思います。マジでねいい加減ねこの人はアークから給料もらってもいいレベルだと思う。バルゲル作ってフィヨルド作っていろいろコミュニティにこうやって貢献してて、はいというところで今回はこの方が作ってくれた画像っていうので、アンリアルエンジン5ってマジですごいので、ちょっとみんなと早速画像っていうのをね見ていきたいと思います。で今回のね画像っていうのはツイッターの画像をね持ってきて、まあ一部なんだけど、まあもっとあったりするんだけど、ぜひねそれは実際にこの方のツイートねフォローしてみたりして見てみてくださいって感じです。でまずはこれやばくない、これもうやばいでしょ、これもうさ俺思ったんだけどアニメじゃんみたいな感じなんだよね。これディノニクスの子供と親がいて、で後ろからティラコレが狙ってるみたいな感じ、もうやばいよねこれ、もうワクワクしない、これもうやばいこれっていう感じで、これがね投稿された時にマジでワクワクした。でもっとあるんだけど、まあ、これとかは俺がリツイートしてみんなね見てくれた人もいるかもしれないんだけど、雪袋のアンリアルエンジン5バージョンめっちゃ綺麗だよね。
で特に綺麗なのがこの左の木この枝ね、見てこの枝ここら辺がリアル、マジでこれほぼアニメじゃねっていう感じなので、非常にですね、なんかね、もう質感がちょっとアンリアルエンジン4とは違うよねって感じなんですよ。でこれでさっきも言ったんだけど軽くなるっていう形なので、処理がねすげえなっていう感じだよね、技術の進展っていうか進歩というか。でこれはマンモスの親子ですね、めちゃくちゃ綺麗だよね、これもすごい、どう考えてもなんか今までとはもう違うっていうか、ムービーですかっていう感じの質感なので、この状態でプレイできたらマジでやばくないって感じ。まあアーク2の正式なプレイ画像は未だに出てないですけどね、はいおいドリーどうした、もう先にあのフィヨルドの制作者さんがあの作ってくれてるぞ。でこれメイちゃんですね、メイウィングですね、メイウィングがレッドウッドで飛んでる感じかな。これはもうフィヨルドであのよく見る場面だよね、北の方の場面でねっていう感じの、これはメイちゃんですね。で、次行ってみましょう。次はあモレラトプスこれスコーチダースで出てきたモレラトプスですね。モレラトプスもさ、なんかちょっとかっこいいよねここまでなんかさグラフィックが綺麗になると。でやっぱりさ、俺さっきも言ったんだけど、この恐竜本体ももちろんそうなんだけど、その風景というか背景というか草木もうめちゃくちゃ綺麗だよね。ここら辺の綺麗さが俺はめっちゃねワクワクしている要因です。これでアークができて、かつあの軽い状態でできるのであれば、俺はもう嬉しいことこの上ない、はいっていう感じなので、こんな感じでできるのであればすげえ嬉しいよねっていうのはね正直なところだよね。あ、シャドウメインだね、シャドウメインとかも疾走感やばって感じだよね。これあえてあれなのかな、森で描いてるのかな、ずっとさっきからあれだよね、森の風景が多いよね。でまあシャドウメインもこんな感じであのすごいかっこよくなると。こんな感じのかっこいいシャドウメインになっちゃったらもうやばいよね。今ですら結構人気あるのに、かなりねこれはテンション上がるあのシャドウメインになるんじゃないかなというふうに思いますね。でさらに行くと、あ、カワウソかわいいカワウソかわいい、ちなみに左下に親子のカワウソいます、これ親子のカワウソね、めっちゃかわいいねこれ、やばいこれ。あ、これ飛んでるのか右のカワウソは。でこんな感じでカワウソ来るんで、あれなんか毛の質感やばくないこれ。なんかさ、こいつらってさ多分アザラシとかと一緒でなんか濡れても大丈夫で、かつあったかい毛だよね確かね。だからさ、そのさ、わかんないけど予想だけど、触ったことないから、そう動物園とかテレビとかでしか見たことないけど、その質感っぽいのがさ見て取れるのすごいよね。肉球もあるしかわいいっていう感じのアンリアルエンジン5ですね。お、これ家だね、拠点だね、はぁ、お、これやばいね。こんな感じでさ拠点住めるんだったらめちゃくちゃ楽しみだよな。これ焚き火か。いや、なんか光り方もさ、なんかそのチープな感じじゃないよね、すげえな。多分今のアークをマックスグラフィックにしてもここまでは多分いかないから、マジで綺麗だよね、すごいな。ブラッドストーカー出たアークのジェネワンでお世話になりましたいや、まあ懐かしいな、ジェネワンのブラッドストーカーっていう感じ。あ、フェロックスだ、フェロックスもあったのか。すごいね。なんかとりあえずさ、見てない画像いっぱいね、落としてみて並べてるって感じなんだよね。フェロックスもさ、こんなのったらめちゃくちゃ可愛いよな、すげえな。なんかなんていうかな、本物感というか、その重量感っていうの、その重さというか質感というか、そういうのがちょっとねなんか伝わってくるのがやっぱりこのアンリアルファ…おー、マナガルムマナガルム、とてもかっこいいやばいこのマナガルムデフォルトカラーですらもうお前こんなんやばい、テンション上がりまくりだろこんなもん。うっ、かっこいい、これやばすんぎ、このマナガルム、こんななのか。おー、これあれだ、あのフィヨルドのどこだろう、これはアースガルドかなっぽいよね、この家の形めっちゃ綺麗だな。これでフィヨルドとかやったらめちゃくちゃ楽しそう。え、アーク2も出ないんだったらとっととアーク1アンリアルエンジンのあれレベルアップさせない5にテリジノですね、すげー。わー、テリジノとかもこんな感じで綺麗になって襲ってくるのかな。うん、てか右の木見て、これ右の木の質感えぐい、この木はやばい、マジでもうなんか今手で触れそうな感じの質感だよね、えぐー、これすが、あ、クマ手振っとるかなすごいね、センサー。で顔、お前顔もっと笑えや、振ってるんだったらって。仏頂面か？写真撮り慣れてないな、このクマ。もうグリフィンだ。あ、ティラコ、え、ティラコレオ、つかめなくね？あ、子供ってこと？これ。子供のティラコレオなのかな？これ普通つかめないよね。あの、グリフィンってあの、ちっちゃいやつしかつかめないから。でも、グリフィンの質感も、あ、でもなんか、グリフィンはちょっと若干アニメっぽいね。なんか、その、なんていうの、この、
今捕まれてるティラコ領とさグリフィンの質感見ると圧倒的にティラコ領の方がさ質感あるじゃん。多分グリフィンって存在しない生物だからそのサンプルがあんまりないのかな。それよりサンプルっていうか類似の、まあ、猫とかがいるティラコ領とかの方がなんかやっぱり質感っていうのすごいあるよね。なんかちょっとなんかアニメというかそういう感じの非現実的な方の質感に寄ってるね、あのグリフィンに関しては。わかんないけど今パッと見ね、俺の感想だけど、そのあんまり絵とか詳しくないけどなんかあのティラコレオの方が重量感があったなっていう感じですね、っていう感じかな。あ、これで一応最後かなっていうところになりますので、どうでしょうか皆さん。これがですねフィヨルドの制作者さんがわざわざあのアップしてくれて、みんながねやきもきしてる中であの優しい人なんですよ多分こういう感じで作ってくれたっていう形ですね。ぜひみんなもねツイッターフォローして応援してあげてください。今あのあれなんで新しいねあの無料マップというかモッドマップもね作ってるので、ね、結構楽しんでねそれの紹介してる動画もあるんでね、皆さんぜひ見ていただければと思います。はいスバルタ腐敗部っていうやつなんですけどね、そのマップはね。はい、でそんな感じでですね、この UE5 っていう形で、まあ略すんだけど、アンリアルエンジン5っていう、この UE5 マジでやべえから、まあ、ぜひね、みんなにはね、ちょっとね、これは見てほしかったなと思って、俺がめっちゃテンション上がってリツイートしたぐらいのレベルなので、まあ、個人的なね、あのテンションの爆上がりだったので、ちょっとこれを共有したいっていう感じで、まあちょっと今日動画にしたっていうところではありますね。やばかったっしょ。俺もね、あれちょっとね、あの、いろいろ最近ね、あの画像が一個ずつね、あの新しく追加されてるんすよ。結構ツイートで、定期的に。で、俺は楽しみしてます。はい、フォローしてるんで、あの人は。ぜひみんなもフォローして、いろいろね、画像来るの楽しみにしてみると、アーク運営より、なんか情報が早いかもしんないです、あっちの方が。っていう感じで、まあ今回ですね、これをまとめて、今後のアーク1のアンリアルエンジン5、UE5 ってどうなるのかなっていうところになるんだけど、まずね、まだ正式にいつやるか発表してないんですよ。で、公式がアンリアルエンジン5にやるぞって匂わせて、でそこから英語圏の人たちがうわーって騒ぎ出して、で騒ぎが大きくなっちゃったもんで、アークの誰だっけな、結構偉い人がいて、まあ上の人なんだけど、その人が認めたんだよね。普通にやりますっつって、アンリアルエンジン5にしますっつって言ったんですよ。っていうところなので、一応やるのは決まってるんだけど、そのいつ来るかが問題なんだよね。でそこはね、明言されてなくて、こうワンチャンでも今回リニオグナタっていう新恐竜が追加されるのが1年の後半というところで、2023年の多分カルカルと一緒だったら11月とかになると思うんだよね。同じ表現後半っていう話だったからね、だと思うんですけど、だとしたら結構開くわけですよ。フィヨルドが2022年6月で、今撮影しているのが2023年2月で、次のコンテンツが多分アーク2だったんだけど、アーク2が延期しちゃったから。なのでそんな中で、まあ、やっぱり虚無期間が長いのであれば、リニオグナタもおそらく11月という話であれば、そのどっかになんか3月とか6月とか、そのキリのいいね、どっかの、まあ、タイミングで出しちゃえばいいんじゃねと思ってるんだけど、ちょっといつ出るかは分かんないっていうか、今年出るかも分かんないって感じ、アンリアルエンジン5は。ただアンリアルエンジン5にすることによって処理が軽くなって、でさらにあんな綺麗なグラフィックでアークを遊べるので、相当ね楽しいんじゃないかなと僕は思ってるので、ぜひ、まあ、ね、もうぜひっていうか、もうむしろこっちの方は先にやっちゃった方がよくねって思ってるんだけど、まあ、そんな感じで僕はね、このアンリアルエンジン5のアーク1ってめちゃくちゃ面白いなっていうのを思ってます。それでやってみたいなみたいな、はい、新しい世界のアークになるんじゃないかなみたいな。一応なんかデメリットもあるっぽくて、いろいろね、アンリアルエンジンについては僕というかその詳しい方がコメントで結構ね教えてくれて、その人のね、いろいろ知識をもらったって感じなんだけど、なんかね、モッドをワンチャン使えるかどうか分かんないらしいんだよね。なのでワンチャン PC 勢はモッドがどうなるか分かんないっていうところが一応ネガティブなポイントらしくて、ただアンリアルエンジン4と5選べるとかができたら、まあ、モッド問題は解決かなという形で、アップデートしなければいいし、アップデートすればモッドがあれだけどアンリアルエンジン5で遊べるとかにやるといいのかなと思ったりもしないでもないけど、まあ、そこら辺は俺ちょっとゲーム開発したことないから分かんないんだけど、まあ、勝手になんかペラペラ言ってるけど、システム的には難しいとかあるかもしれないしね。なので、まあ、そこら辺はちょっと出てからのお楽しみで、僕的にはアンリアルエンジン5すげえんだぞっていうのをですね、みんなと共有できればまあよかったかなみたいな、今回の動画では。はいっていう感じでね、皆さんもぜひね、このフィヨルドの制作者さんのね、いまだに何て読むか分かんないんだけどちゃんとした読み方がね、名前がね、まあ、この方のねフォローでもしてあげてください。この人すごくアークコミュニティでめちゃくちゃ功労者だから MVP ぐらいだから、はいという感じで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。
で今日はですねこういった情報系の動画をやってきたんですが、一応2本柱として1個がこういった情報系の動画で、もう1個の柱の方が普通の実況プレイっていうのをやってます。参加型で参加勢と一緒に僕がサーバー立てて、非公式サーバーでみんなと一緒にマルチプレイするっていう感じですね。いろいろモッドを入れてみたりとか、モッドなしで完全攻略したりとか、まあいろんな遊び方をしているっていうところで、うちはノリで結構わちゃわちゃ楽しくやってるので、まあ、ノリが合う人ねかなりね楽しめるんじゃないのかなというふうに思いますね。っていうところなので、ね、ぜひねそちらの方も見ていただけると嬉しいですね。現在はライフワークという企画でやっていて、で1個前の企画としてはキングダムアークという企画の名前でやってましたね。で生放送で公開収録してて、火木土日の21時夜9時からやってるんで、ぜひねYouTube の生放送見に来ていただければ、公開収録してるんで見ていただければ幸いですって感じです。まあ普通にね編集版の動画よりノーカットになってたりしてたり、まあ僕と直接なんかコミュニケーション取れたりとか、まあなんかいろいろねありますので、ぜひね一緒にその雰囲気を楽しんでもらえると嬉しいなと。で最近はねマインクラフトとかタルコフとかもね結構力を入れてやってますので、マインクラフトはアークの公開収録の同じタイミングでやってて、であとはですねタルコフに関してはツイッチの方でですね配信してますので、一応ツイッチの URL も動画詳細欄とかに載せてますので、ぜひね登録していただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。